もあいたらチャンネルのあいたらでございます。今日は僕のお師匠さんを呼んでまいりました。やめろってYouTube 界のお師匠、もう YouTube の師匠、だから Google の師匠ですGoogle の師匠が今日来ました。お願いします。どうも、 Google の師匠こと丸目です。これ Google さんから消されてるじゃないですか。大丈夫大丈夫Google さんは多分寛容だから。なんで師匠かっていうと、前から見てる方はもうご存知の通りの丸目さんでございます。丸目です、お願いします。で、普段はYouTube 活動もしていて、ヒューマンビートボックスの動画をね普段から上げてらっしゃるんですが、まあ、ソフトテニスもやってるということで、で、同じ部活だったんですよね。同じ高校生、ね、高校の時にね、後輩で先輩だった。先輩です、はい、で、YouTube 始める時に相談した師匠なんです。そうだね、真夜中にね電話かかってきてね。そうなんですよ。YouTube やりたいんですけどっていきなり言ってきたのたまった男ですから。そうなんですよ。だから師匠ですね。だからもう今もね、たまに歌ってみた動画とか編集してくれたり、僕がねパソコン結構苦手なんで分かんないこととか、ね、バグっちゃった時とかは電話していつもね教えてもらってる中なんですけれども、はい、今回はですね、そんなお師匠さんに、はい、こんなラケットあるんだよシリーズっていうのをやっていきたいと思います。イエイ、はい、最近のラケットもあんま分かんないですよね。そうですね、僕ちなみに今何のラケットですか。これね1年前くらいに買ったんですけど、多分ね、フレーザー QS。 すみません、思ったより新しかったです。意外と割と最新かな。7ホースじゃないですよ。7ホースじゃないよ。7ホース懐かしいね。で、今回持ってきたものがありまして、はい、まあ、最近流行りのジオブレイク、今度は70、ね、で、ガットがこれガムゾーンになる。ガムゾーン、はい、ちなみに5線はガットって言います。ヨネクサストリングキー覚えててください。おい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 、なんか来たねいきなりね。これは新作で、もっと新作なのが、まあ、ちょうど今日お店によっては入荷したんではないだろうか、まあ、こちらの T シャツと同時に、まあ、こちらジオブレイク 80S ということで、噂のね、はいはい、まあ、これちょっと動画を開けるのが後になるので、もう発売はしてると思うはずです。思うです。はい、ということでこちらが一番新作です。おい、はい、僕が今使ってる。かっこいいね、はい、まあ、こちらはいいんですよ。こちらと今回この30年前のラケットで、僕らが生まれた当時の川崎だよ川崎ニューナンバーワンっていうラケットね。で、これが30年前のラケット30年ですか。これをちょっと打っていただきたいなって思って。30、俺今ちょうど30歳なんですよ。だから同期です。同期です、これ。同期のラケットね。同期のラケットとどう付き合うかっていうのが世の中の縮図なんで。あ、はい、同期とは横の線のつながりは大事にしなきゃいけないって僕教わったんで。なんかあったの同期とは仲良くしましょうということで。ただちょっとこれはポリアクションで。あ、俺もう飛び地さんとしか。ポリアクション、プロではないです、ポリアクションです。まあ、僕の動画では結構上げてるので、今回これをちょっと打っていただこうかなと思います。へ、僕以外の人の感想も聞いてみようかなっていう。そうですね、はい、1本尺とはマジで高校の時以来だと思うんですけど。おー、あ、そうですよね。でも今日本シャフトが主流なんで、僕らの代はね、うん、1本シャフトとかが、公演は1本シャフトみたいな感じでしたけど、使ってたもんね、うん、まあ、じゃあ今回これをちょっと打ち比べていただいて、はい、ぜひ、はい、どっちから打ちます。じゃあまず新機能搭載のこちらのジオブレイクの 80S を打っていただこうかなと思います。まあ、僕以外の感想も多分気になると思うので、はい、で、こちらのジャイロバーストシステムというのがこちらついてます。お前なんかそれっぽい人だったな、はい、ここでグロメットが動くっていうのを。もう一回言って、ジャイロバーストシステム。ジャイロバーストシステム、この白い部分じゃないですか。白い部分が動くんですよ、グロメットが動くの。これ動くんですよ、ここが動くことによって球持ちが良くなったり、このラケットガットの中張ってる部分動くんだ。そこで球種を抑えたり、球持ちが良くなってスピードも何パーセントか上がるっていう機能が。なんか店にいそうな人だなあ、で 70S にはなかった機能、ここにクラッシュジェネレーターっていう新しい機能がつきました。何それ。ここのくぼみあるじゃないですか。これによってしなりを、ラケット自体は80なんで硬いんですが、ここをよりちょっとしなるようにしてコントロール性アップしたっていうものになって。日本シャフトだけども、しなるポイント使って。しなるポイント、ここにちょっとクラッシュジェネレーターっていうのを入れたラケットになりますので、ぜひこちら撮ってみてください。やべ、何も覚えてないけど、楽しみだぜ。お願いします。お願いします。エビタローチャンネル。ジオブレイク 80S という色物らしいですね。さっき言ったアユタロ君のなんとかジェネレーター、よくわかんないですけど、試してみましょう。すごい。あ、ごめん。飛ぶ。めちゃくちゃ飛ぶんだけど。エブレーザーですか。そう、俺エブレーザー使ってて、なんかすごい。ちょっとなんか柔らかく感じる。うん。飛ぶな。球の伸びがすごい。
あ、ごめん、でかいよ。ごめん。あ、落とした。食いつきすごっ。やばい、出るな。めちゃくちゃ飛びます。球がね、ラケットに乗ってる時間が長い。はい、なるほど、これ飛ぶね。最後は押し出されましたけど、アイタル君がどんどん後ろに行ってたの分かると思うんですよ。近く入る。アイタローチャンネル。2020年にして、30年前のニューナンバーワンを使いたいと思います。ラケットこうポンポン叩いた感じはですね、いわゆる一本シャフトのシナリオを感じます。おお、なんかボール抜けるな、これ簡単に。さっきの子、全部食いつきが違う。うわ、飛ばね。あ、手打ちになっちゃった。あはは、ごめんごめん。あ、飛んだ。ごめんごめん。全然違いましたね。マジで違う。極端すぎて。アイタローチャンネル。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか、この最新のラケットとすごい前のラケット。そうですね、最新のラケットと最後のラケット。最後のラケット。やっぱですね、これ、はい、飛びます。飛びますっていうか、なんかボールの乗り方が全然違います。乗り方が違う。全然違う。土は本当に真ん中に当たったやつを綺麗に返す感じ。特に何もせず、はいはい、色付けとか味付けを何もせずに、ラケット振る運動でしっかり飛ばす感じですね。はい、ボールのスイングとか超良ければ最高にいい感触。素直に当てればいいですね。そうそうそう。パコーンってフラットに。こっちは？こっちはやっぱですね、なんかブーストかかってる。確かに。ちょっとオーバーしてましたもんね。すごい、だからブーストかかってるんですよ。でこれにちょっとストリングを固く張ったらものすごいいいかもしれない。これ今25とか6なんで。あ、普段僕33から5なんですよ。ですよね、33から5の、しかも F レーザーの9ですよね。そう、使ってるんで、だいぶ硬いラケットに硬いストリングで張ってるんで、これはだいぶ緩くなっちゃうと思うんですね。だから、これで硬く張った時にどうなるかっていうのもちょっと今度作ってもらおうかなと思います。ただなんか深くコントロールしたい人、はい、ボール深く運びたい人がこれいいかもしれない。確かに確かに。だから普段より伸びが良くなるっていうのも売りなんで。マジで、はい、回転量も増されるんでスピードが上がるんですよ。なんとかジェネレーター様々だね、マジで。本当にジェネレートしてくれてるよ。そうなんですよ。柔らかいじゃないですか、打ってる感じがソフトというか。そう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 。ガツン来ないみたいな。持ってる時間マジで長い。なんで皆さん、まあ、これがそろそろもう発売してると思うので、もしよかったらお店で見かけたら気にしてみてはいかがでしょうか。はい、打てる時はな、打った方がいいね。まあ、今後水野さんのラケット、まあ、ダンロップさん、ゴーセンさん、まあ、いろんなメーカーのラケットがあると思うので、そちらの方も取材して、まあ、よりよくみんなに分かりやすいように説明したいなと思ってますので、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、天波さんのチャンネル概要欄に貼っておりますので、普段ビートボックスとかね、やってるんで、ものすごいパフォーミングな動画があるので見てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、僕の師匠アマルメの目でした。はい、ということで、この動画がいいねと思う方はグッドボタンお願いします。この動画がそんなに良くないなと思う方もグッドボタンお願いします。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。バイナーナーナナ。街を抜け海に出たら、次はどこを目指そうか。僕らはまた出かけよう。愛しい青く澄み渡り、海を窓から見よう。
髪は